久保さん、宮崎駿さん行きましょうか。大事なことは大体めんどくさい。大事なことは大体めんどくさい。宮崎駿さんね、あのお仕事の風景、たまにその、なんか、あの、特集されてるんですけど、このアニメのお仕事大変っすよね。うん、めちゃくちゃ大変ですねうん。なんかその、もう缶詰状態でみんなね、アニメ書いて、 いやまあ大事な映画ほどめんどくさいですよね。あれは仕事きついと思いますよ。うん、締め切り映画、この、まあ、とりあえず、あの、見ましたけど、何回かその、仕事風景の、その締め切り映画出すぞっていう。大変です、あれは。うん。そう。まあでもね、めんどくさいこともやらないといけないこともあるわけですよね。 僕もあの、仕事でやってるんで、仕事でやってる以上はめんどくさいこともありますよ。うーん。まあ、それはしょうがないじゃないですかね。うん。ただ、まあ、あのー、なんだ。慣れてしまえばめんどくさくなくなることもありますし、まあ、久保さんの言う通り、何回やってもめんどくさいこともあるだろうし。うーん。ただ、 それをめんどくさかろうが簡単にしようがどちらでもいいんですけども、やることによって、うーん、なんですかね、生活できるんだったらやるしかないですよね。でもやらないことによって生活ができなくなる。困窮する。うん、でもめんどくさいからやらない。うん、それはダメじゃないですかね。うーん。まあ、 あのその人次第ですけどね、その人がめんどくさいこと何もしたくないし、働きたくない。俺はその、あの、保護の、生活保護でしたっけその、まあ、それずっともらって生きていけばいいやと思ってるんだったら、まあ、それはそれでいいし。ただ、僕のお客さんで、生活保護歴、何年だ、20年ぐらいですか、引きこもりの人ご、ごみ屋敷さんっていう人がいるんですけど、もう、もう、もう嫌だって言ってましたよね。 その人はね、もうこの生活20年生活保護の生活でそんぐらいやってもうもう抜け出したいみたいな、うん、言ってましたけどまあ人それぞれですよね抜け出したいと思う人もいればあ多分それでずっといいやっていう人もいるだろうし、うん、まあ自分次第じゃないですかねいってらっしゃい。